父がデイサービスで作って持って帰ってきてくれました。さて、この多肉さんのお名前は一体何というお名前なのでしょう。デイサービスの職員さんに半月に一遍ぐらいペットボトルのキャップに一杯ぐらいお水を少しだけあげてくださいと。あんまりあげすぎると根腐れしますよっていう話だったのですが、私はすでに娘が持って帰ってきたクローン声を2回からしております。この子はとっても立派にもう大きくなっているので、なんとか維持したい。で、見てください。こうやって新しい目も出てきております。なので、皆さんどうかお知恵を貸していただけないでしょうか。このクローン声が何なのか、私に教えていただけないでしょうか。そして多肉植物を育てるコツ、何回 YouTube で見てもどうしても枯らしてしまうこの私にうまくいくコツを何とか教えていただけないでしょうか。これは完全に多肉初心者、の私からのお願いです。どうぞよろしくお願いします。